ドラムボール置くちょっと見て。俺ないんだよ。あれ俺男子校だもん。男子校つまんない。ないんだよなっていうか男子校なんだよ。寄り道の高校みたいな。男子校っす。中学男子校じゃない。中学は共学です。中学みたいな。もうないっすよ。実家側にあるかどうか。そうなんだよね。処分してなければ。処分しないだろアルバムは。いや僕が捨てていいって言ったら多分捨ててるんで。じゃあ先に失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。グッチアルバム持ってきて。やだ。お願いだから。やです。あるある。やです。すげえ高校がある。やです。全部見たい。やです。はいはいはい。これでいいの。そうです。俺はだからね。はい。じゃあ特にもう関係ないです。色、うん、大丈夫ですよ。でちょっとその買い物にここから動くことがあるので、そこは一旦ちょっと止めていきましょう。はい、それでは回りました。どうぞ。さあというわけでございまして、ベイベイモザイムライツユーベイ戻す今ですと、はい、サクッとしころです。サクッとしころ、ね、いいですね。やっぱサクッとしないとね。そうそう、時間かけない、はい、うん。さあということで、ここからですね、モンキーパドックの迷彩教育でございます。野中市でサバイバルゲーム、通称サバゲを楽しめるモンキーパドックさんにサバゲの魅力をレクチャーしてもらっている最中でございます。講師はこの方々です。はい、モンキーパドックのデベでございます。よろしくお願いします。はい、ね。あ、髪切ったね。間がすごい。間があれ髪切ってんじゃないのこれ。髪切ってる。うん、黄色いシャツがね、うん、合うんだよね。合うよね。夏っぽいでしょ。色もちょっと変えてない。色も変えたよ、ちょっとね。あれを目指してみたよ。あ、そう。やめて、やめて、それを出すのやめて。裏方です。はい、裏ちゃんです。お願いします。なんでここ短いの、いじりが。さあ、今日はどんなテーマでしょう。あ、ひどいけど、まあ今日はね、もう銃の知識だけを入れていくんじゃなくて、実際に、お買い物を体験してもらいたいんですよ。お買い物で、うん、これお買い物なんで体験してもらいたいかというと、いかにエアガンを勉強した人とかであっても興味がない人が来たらですね、うん、全くわからないわけですよ、何を言われてるか。確かに、売り場こんだけ広くてね、品数もわかんないね。ドラマもやりましたからね、うん、カップルという設定で。あ、そうだな。でもね、あれなんですよ、カッサダイのジュジュだって買い物来たんだ。ジュジュだって買い物来たんだけど、うん、そうじゃなくて、あいつブスだったのおい。あの、簡単でね、みんな多分思うと思うんですけど、人によってですね、かなりハードルが高いんですよ、本当に。あの、ご夫婦でですね、あの旦那さんが、ちょっとこれを買い物してきてよと、はい、うちの店に来たんですよね、うん、そしたら、その奥様は頑張って来ていただいたんですけど、間違ってディルド買ってっちゃったんです。いやすいません。はい、すいません、これ、iPad つけられますか。この10人ですか。この10人可愛い女の子だな。あれ iPad 女の子可愛いな、これなりきり。あれ小芝居可愛い、可愛い、可愛い。これこの10人 iPad とかつけられなくはないんですけど、本当に iPad でした。めちゃめちゃ可愛い。若い子かな。何、あ、若い子。それバイポッドじゃないですか。バイポッド。ええ、iPod じゃなくて iPod じゃないですか。というのもですね、あの、はいはいはい、本当にですね、何気ない僕らにとってはバイポッドっていうパーツがあるんですけど、二脚のことをバイポッドって言うんですけど、で、まあ現代風に言うならば、あの GPS とかついてるから、 iPod とかつけたら確かにかっこいいんですけど、音楽も聴ける。そう、いろいろオプションにはなるんですけど、本当につけてほしいのかなと思っちゃいまして、思ってね、一応何回も確認したよね、その時。そしたら iPod っていうので、いや、そんな商品って、もう一度改めたら二脚で立てるやつって言ったから、あ、うん、バイポッドですねっていうことがあったんですけども、じゃあそれもサバゲー業界でも鉄板のバイポッド、バイポッドとか鉄板のギャグみたいなとこ、もう全然ギャグというか、これは一般の方だから出たんだと思うんですよね。腹ぐらいで笑っちゃうんじゃないか。そうですね、アメリカ、もう超一流アメリカンギャグ、ほんと床に崩れながら腹抱えて笑っちゃうっていう、なんてこともあるかもしれないからっていうことがあったので、実際にあったんですけども、お二人にももしかしたら買い物をもうここまでやってできないわけがないんですよ。そりゃそうです。でもちゃんと小芝居やるんだったら、お前のディルドはやらなかったね。お前いるだろうよ、ディルド超えるわけねえんだから。だってディルド超えないの。ディルド超えてたよ、ちゃんと。もう限界があるんで、可愛い女の子出てきたし、買い物をします。はい、
で、この買い物の、第1回ドキドキ模型パドック買い物大会、イエーイみたいな、そんな感じなんですけど、ルールの説明をね、していきたいと思いますけど、2人にはそれぞれ2つ商品を買ってきて欲しいものをオーダーします。おー、なんだろう、2つね、わかった、買い物競争みたいなことですね、うん、我々があ、競争すんのこれ。いやもう、はい、まあ、早い方がいいですけどね。おー、早い方がいいですね。制限時間はありますね。はい、一つは商品書いて、お渡します、紙に書いてね。もう一つは、口頭で言うので覚えてください。口で、2つ買わないといけないんだ。そうです、2つ達成してください、はい、で、店員さんに聞くのはとりあえず今店員さん何人かいます。僕ら以外の店員さんに声をかけて商品聞くのはありだと思います。あ、ありですか。ありなんだ。ありです。普通の会社だもんね。うんうん、どっちか1個1回だけです。店員さんに声かけていいの。だって先生いるから、先生でもいいの。うん、いいですよ。俺の高校の後輩だからね。で、どちらかに、1回だけ聞くことは可能とします。制限時間はどうしますか。5分とかにしますか。12分欲しいです。2分って出てます。制限時間は2分です。2分、じゃあですね、今どちらかが1枚ずつ引いてもらって、はい、どっちかを、はい、はい、じゃあ安くんかな、はい、じゃあこれしこる、はい、なんて書いてありますか。いや、字も汚ねえなこれ。うるせえな。これ読んでいいんですか。読んでいいですよ。読むね。あ、読んで。東京を、うん、マノレイ、丸い、うん、丸いだね、マノ類じゃない、マノレイ、そこまで同じだわ。東京マノレイ、うん、プロサイレンサーショート、お、うん、サイレンサーのショートだ。おうおう、私はね、東京丸い、ニッケル水素バッテリー、お、これなんていうの、 SOP、 え、 SODSOP, SOP じゃない、 SOP バッテリーって SOD、 意味わかんないよ。 SOP MOD、 おう、おう、ソップモッド、おお、いいですね。おう、バッテリー、お、まず一つの両方バッテリーだこれ。二つってことかな。あ、一個これ、これ一個です。そうですか。で、うんうん、もう一個口頭で今から言います、うん、じゃあ安くんは、はい、安くんの方いく。もう一個は、はい、丸井のパーフェクトヒットセミバイオ BB が 0.2g 3500発。 0.02 もう一回言って。丸井パーフェクトヒットセミバイオ BB 弾0.2g の3200発。岡本武将ですね。うん、分かった、うん、パーフェクトヒットセミバイオ BB 弾のパーフェクトヒットセミバイオ BB 弾の、0.2g 3500発ね、うん、もう忘れちゃったこれ。 OK、 大丈夫だね。玉だ、うん、長いよくあるパターンね、奥さんがね、奥さんが、うん、旦那さんに玉買ってきてって言われるパターンね、うん、で、しこるくん、しこるくんのもう一つの依頼言うよ、はい、ライラックス製のライラックスラテックス、ハイバレットガス、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 ラテックスのガス、ライラックスのハイバレットガス、ガス、ガス、うん、はい、で、HFC134A 540g 全然わかんない、ハイバレットガス、ごめんなさい、HFC、 逆じゃね、こっちが口頭で言うならば、うんうん、口頭で言ってる方をさ、口頭にしてるっていう、うん、あ、ごめん、まあ、それもネタなんだろ、ちょっと挟むと俺忘れちゃうんだよ。だからそうだよ、全部忘れちゃう。お前も挟んでんだよ、うん、じゃあ買ってもらいましょう。玉とガス、玉とガス、じゃあ探してきてください。ライラックスガス、はい、今から2分、ライラックスガス、2分じゃ無理でしょう。よーい、スタート。はい、ライラックスガスね、今安さんからいきましょう。はい、でそれをちょっと一言言ってもらえるといいです。でまずは今安さんから。じゃあ俺マイク持ってないで言っちゃったらいいの。うん、でそのまま撮ります。はい、はい、それじゃあ今安くんからスタート。さあ、じゃあプロサイレンサーショート、ショートね、はいはい、ちょっと待ってください。他の、じゃあ店員さん、佐藤さん、浦さんの、はい、何となく全然分かってねえな。なんとなく聞いたと思うけど、本人の口から出たら相手ぐらい導いてください。じゃあ、皆さんと1回しか聞いてもらえば、1回どっちかの商品ですね。じゃあ僕らは大丈夫だったな、マイク、うん、僕らは逆に、ね、でもし先生に聞くんだったら先生でもいいし、先生にマイク、スタッフでもいいので、そしたら先生呼ぶよ、聞くとき。じゃあ今から回します。じゃあ行きますよ。これ2分俺が測ればいい。いや、ここでトップオッズが、じゃあ用意スタートってくれよ。じゃあセブちゃんはちょっと解説とかしながら、じゃあ行きますね、せーの、はい、じゃあ用意スタート。はい、じゃあ今探します。今ね、まずね、
やすくん、やすくん、あのヒントはね、このここに看板書いてあるから。はいはいはい、はい、これでちょっとそれらしきところのカテゴリー行こう。あ、こっちじゃないか。あ、いいね、いいね。あ、今ね、いろいろ見てるのね。これね、ちゃんとシコルも喋っちゃった。な、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 何探してたっけ。じゃ、まずね、うん、プロサイレンサーショシコル。そう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 。あ、いいね。お、カテゴリー見つけましたよ。はい、ここでこれ難しいな、おい。プロサイレンサーショート、こっちか。ほら、来た。プロサイレンサーショート。あ、もう書いたんじゃん。うん、これじゃね。それだよ、多分。あ、違うな、プロサイレンサー。あ、これだよな、これだ。もうそれだよ。これだ、見つけた。これは見つけた。うん、あ、玉だ。あー、玉、玉、玉。順調、順調。玉どこだ、玉。玉、ちゃんと俺が指定した玉、分かってるかな。分かってる、分かってる。3200発。玉どこかってよ、え、玉こっちだね。痛い痛い痛い。うん、俺自分の弾引くから。1分経過です。あと1分ですよ。そんなでけえのこれ。いや、これ、これめっちゃ自分の弾に引っかかっちゃったってどういうことだよ。これはね、今1分経過して。あー、これ、これはね、あのこれ、あれじゃないですか、これ聞いた方がいいんじゃないですか。こっち弾じゃないね。こっち弾じゃないこっち弾じゃなかったっけ。あ、でも弾って大事だから、やっぱ入り口にある。あ、いい感じですね。そうだね、入り口。弾はね、大事ですよ。弾大事。大事ですか。こっち弾か。弾ね、こっちにもありますからね、商品は。こっちだ。あ、いいですね、いいですね。あ、ほんとだ、弾すげえあるわ。これじゃない。あ、あとね、あと残り10秒ですよ。これ、終了。じゃあこれで1回2個、まあ後で、採点は後でという。はい、今のね、1分58秒ですね。すごいじゃん。じゃあとりあえずカウンターにそれを入れてるかどうかまだ分かんない。あ、そう。あ、わ、先生に渡しちゃえばいいじゃん。先生、これ持ってって。カウンターのとこ置いといて。完全に自分の力で買い物しましたから、ね、なんでヘボティとかにしねえんだよ。ヘボティならすぐ分かんない。ワイルドセブン得意でしょ。じゃあ次は奈良さんです。はいはい、はい、じゃあ、あ、これ紙に書いてあるやつから。スタート。はい、わかりました。どうぞどうぞ。じゃあしこる君、はい、行ってみます。よーい、スタート。東京丸いニッケル水素バッテリー、 SOP-MOD バッテリーって書いてある。バッテリー、あ、もうバッテリーあるじゃん。わ、はいはいはい、うん、これまたいでね、うん、俺、これはちょっとスタッフ使わなくても順調だな。これいいじゃん、これ東京。これは誰なの、ニッケル水素バッテリー。いや、バッテリー種類多いな、お前。バッテリーですよ。これも難しいよ。これむずいね。むずいむずい。どんな形のバッテリーかわかんないもん。じゃあ、あのニッケル水素って書いてあるよ、ニッケル水素。いや、そっち見つけて。シコルだって、うん、ニッケル水素、うん、これ2人でも時間かかる。これあれですよ、うん、あのスタッフ使うのもありですかね、1回までは。ああ、そう。先生、先生、先生、はい、先生、あの、はい、ニッケル水素バッテリー SOP-MOD バッテリーください。はい、もちろん左で、ここだよね、絶対ゾーンはここだよね。はい、ここ。ああ、あったあったあった。ここにあるモデルってください。すげえ。はい、ニッケル水素 SOP-MOD。 あ、これだ、まず1個 OK ゲット。これは間違いないでしょ。スタッフ1回使いますね。で、もう1個が、ガス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 で、ガス、ガス、ガス、あ、1分経過ですね、1分経過ですね。マルシンじゃないんだよ、なんだ、なんだっけ、うんうんうん、ガスみたいなやつ、うんうん、ガス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 、ないじゃん、ガス。あ、ビガーって書いてある。いや、うちの店だけでもこんなにね、商品。ガス、ガス、なんとかなんだな。うんうんうん、ないよ、東京丸いばっかりだよ、これ。ガス、ガス、これ、え、あ、あったあった、ライラックス、あった、これライラックス、ハイで、ぶ、長め、ハイバレットガス、バー、ハイバレットガス、これだ、これだ、これじゃない。残り30秒切りましたよ。だってこれしかないもん、ライラックス。これだよ、これだよ。はい、これ、はい、決まり、はい、はい、ラックスストップ、はい、はい、じゃあ結果はですね、ライラックス、これしかないもんね。答え合わせしましょう。よっしゃ、これ来たんじゃないか、これ。いや、難しい、これね。ちょっとでも、いや、俺ずっと思ってるけど、問題逆だからね、マジで。いや、玉ガスは基本的によくあるからね。いや、よく、みんなよくこんだけの専門知識を覚えてるからね。すごいね。うん、そうやって考えると。でも、なんとなくはすごい分かりやすいね。そうそうそう、ちゃんとあの、なんていうんですか。そう、ゾーンごとにね、そうそうそう。いや、
そう、初めての買い物の人って多分そうなるよね。うん、間違いない。はい、どうぞ。さあ、どうでした？いや、もう間違いないでしょ。無事行けました？いや、大変だったね、これね。確かにこの膨大な商品の中から、そうだね、店員さんもすげえ頑張ってんだなってことがよく分かりました、本当に。これね、まずタイム的に言えば、はい、実はしこるくんの方が早い。はいはいはい。でもただ結構助けもらっちゃったかんな。ここ大事なのは確実性。あ、確かに。ちゃんと依頼したものが買えたか、うん、まず、一つ目いってみましょう。やすくんが、僕に依頼されたのは東京丸井製のセミバイオ、うん、3200発。3200発。さあ、ちょっと待ってね、ちゃんと見てみますね。何発的なんだろうね。まず答え合わせていきます、うん、こちらですね、うん、まずメーカーさん、東京丸井製じゃなきゃいけないけど、うん、メーカーこちら UFC。 UFC、 あ、そうなんだ、これ UFC って書いてあるね。あ、本当だ、東京丸井じゃないんだ。これ東京丸井って言ってんの？東京丸井、ね、これプレッシャーズ BBS ABS 弾、これセミバイオ合ってます。セミバイオだけを合ってます。というの、銃の弾の重さは 0.3g で、僕は 0.25g とか 0.2g だったと思うんですけど、重さもね、種類違いますね。でやっぱ3300発で微妙に違う。あ、書いてある。あ、これは間違いと、はい、うん、やめるの苦手か分かんないもんな。もう一つ、今度シコル君の方行きましょうか、はい、シコル君の1個目、うん、ラテックス、ラテックスって言ってた、うん、ライラックス製のハイバレットガス、うん、正解です。だってこれしかないもんね。これ正解です。これちょっと優しかったかな。いやー、もうこれでも、ね、ライラックスって名前覚えられたので、ラテックスだったよね。ラテックス、ラテックス、ライラックス、うん、で、もう一つの方ですね、安さんの方に言ったのは、うん、はい、東京マルイプロサイレンサーショート、はい、これ合ってるね。プップー、嘘、ショートじゃないんだ。東京マルイまでは合ってた、うん、プロサイレンサーも合ってた。これはむずいよ。正解はこっち、ショートはこちらなんです。ショートですね。そうなんです。これプロサイレンサーのむずいね、ロング普通のサイズで、こっちがショート。そうなんです、はい。で、ただ5分から2分の制限ねえからね。そう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 、玉の世界はこれですよ、本当はね。はい、玉の世界こちらなんですよ、こちらの、うんうん、これか。はい、しょっちゅう見てるやつだね。多分一番多分目にしてるかもしれないですね、うん、うちらの。売れ筋でしょ、これ売れ筋です、それ。で、裏筋、うん、裏筋じゃない、ああ、そうか、呼ばれてるよ、裏さん、うん、裏ちゃんの筋ね、うん、裏筋呼ばれてるよ。そういう、そういう、うん、裏方筋、うん、ちょっとね、俺もうやってやったぜって気持ちが今、いろいろ、じゃあちょっとヤバいもの売ってく、ヤバい、売らない、売らない、裏の筋でちょっと裏筋やんない、裏の筋、うん、で、次、はい、シコル君の、はいはい、これはですね、東京マルイ、ニッケル水素バッテリー、 SOP、MOD バッテリー、だってそのまま全部書いてあるもん。そうです、書いてるよね、だって先生に教えてもらった、うん、その通りなんです。今回ですね、まあプチ買い物選手権第1回はシコル君の勝ちなんですけども、はい、これなんか勝ったっつって喜べねえな、なんか俺の方がちょっと簡単だったかもしれない。あと何よりもね、うん、全部書いてあるもんな。あと俺後輩を頼りたくなかったっていう、先輩として、うん、そうなんですよ、まあ、いいけどさ、うん、スタッフをね頼ってくれたっていうのは、うん、非常にいいことでした。なんで頼んなかったの？俺はね、今回はちょっと、うん、先輩、自分で行きたかったの？じゃあ、ね、先生に、うん、卒業アルバム見せてもらったから。なんで先生、うん、卒業アルバム、なんか共通してんの？同じ高校の後輩だから。おまあ、まあ、じゃあ先輩としてね、ちょっとこう、かっこつけていかないと。そうそうそう、あ、先輩風ね、うん、先輩風ね、仕事間違ってる、そうね、結果としてはお使いとしては最悪という結末だったんだけど、違うじゃん。そこやっぱ聞いちゃった方が良かったんじゃない？聞いちゃった方が良かった。先輩として、だからもう、お店的にもですね、ぜひそれがおすすめだと思います、うん、もう全くわからないものであれば、うん、来た時に無理して買わず、お電話とかでですね、頼まれたものを聞いてもらってスタッフに言ってもらえれば、スムーズに買い物できると思いますので、これ どういうやつですか。そうです、そうです、ここの声かけづらかったかもしれませんけど、うん、女性スタッフもおりますので、女性の方でも安心して声かけれるようになってますので、うん、はいはい、スタッフ声かけやすいから、そうゲーバドックみんな、そうそうそう、ね、みんな、うん、みんないい子だもんね。ねえ、基本的にこう先輩数を吹かせないとかだったら大丈夫です、うん、そうだよね。ちょっと同じ高校の後輩だと、ちょっと俺はこういいとこ見せちゃうよとかじゃない限りは、ね、あとね、1個だけ恐れれば、うん、俺は2人で1回しか使えないと思って、
あーそういうこと。あーなるほどなるほど。ルール説明が、うん、みんな最初から全部聞いてくれたら、うん、全てダダ漏れしてるってことがよくわかる。デメちゃんが悪いみたいな。そうです。ああ。あれあれあれそういう流れなのこれ。責任転嫁。あ、うん、来るよね。来る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 。まあ、デメさんいつも死にて連れてる、ね。あーこれね二人行ったよ今。これでねシコル君まで行ったらね完全に俺のダストあのソロ活動多すぎるから、この番組ね。ネムちゃん、本当に怒っちゃう、これ。だもう、だもう、もう俺がルールなの。もういいの。俺がルールだ。黙ってろ、組員どもよ。真っ赤だもん。とりあえずね、やっぱりこの売れ筋の玉のこともね。そうだね。そう、あの、これ、模型パドックの基準なんだから、まあよくね、あの、フィールドでね、去年遊んだ時とか、見た、見た、確かにこれ。これはだって、調合してるやつは、なんでわかんのこの真空パックのこの感じ、うん、よく見る。これを使ってるところよくあると、よくあるというかパドックでは基準の球なんで。これじゃああんまりなんだ。それ言いづらいけどなわけですけど、用途がちょっと違うのが、用途違うの、ね、0.3g っていうとかなり重い球なので、うん、ちょっとですね外で使うとかじゃないと室内だと重すぎて痛いんですね。あ、痛いんだ。で重量が上がるとその分パワーが乗っかっちゃうので 0.2g の方が当たった時にダメージ少ないと。習慣性は良くなるんだけど飛距離が落ちたりね。そうなんです、それはもう皆さん好みも ねありますけど、だからまあ、今回の買い物でね分かりづらいこともいっぱいあったと思うんですけど、ぜひスタッフを利用してもらって、買い物をしていただければと思います、こんな種類がたくさんあるなんて。これはすごいね。分かんなかった。これ絶対店員に話しかけた方がいい、ね、うん、そうだね、絶対に話しかけてもらった方がいいと思います、仲良くなるし。はい、いや面白かった、さあ模型パドックさんからのお知らせいきましょうか。はい、はい、模型パドックではですね、販売だけではなくイベントの方11月にですね、大きなサバイバルゲームイベント、うん、アウトドアでですね遊べるようなイベントをモザスイさんとですね、企画段階から、練って練って楽しいものを作ろうと思っておりますので、ぜひぜひですね、11月の予定決まり次第すぐに告知しますので、11月は動けるように予定を空けといていただければと思います。 それともう一個、はい、言わなきゃいけないことあるでしょ。そうなんです。リスナーからその企画で何をやるかってことを、はいはい、募集したんですよね、これね、した方がいいでしょ。そう、アイディア募集。そう、アイディア募集、こんなサバイバルゲームあったらいいんじゃないのっていうのを、真面目なものから、自分がゲームするんだったらどういうゲームをしたいかってことを、そのアイディアを募集してるってことですね、それを、募集したいと思いますので、ぜひぜひですね、思いついたら、モザスイさんの方までですね、ご連絡いただければと思います。メールはモザイクアットマークbfm.co.jp、 モザスイの係まで、はい、ぜひともお願いします。お願いします。はい、プラちゃんからいいですか。で、アリーナシャングリラは、はい、インドアフィールドでも毎週土日どちらかで絶対イベントやってますんで、はい、詳しくはですね、いろんな、イベントがあるんでホームページの方をご覧いただいて参加していただきたいんですが、一応感染対策も、換気やアルコール消毒とやっておりますんで、はい、安心してイベントの方に参加してください。はい、収録の模様は模型パドックさんのサイトにある YouTube チャンネル動画で動画にて配信予定です。チェックしてください。はい、デミちゃん、浦勝さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上になります。ありがとうございました。今の LINE はパドックの LINE だべ、多分、やべ、これ全然わかんない、わかんない、わかんない。いやー、もう全然こう分かんない分野のところ行ったら、本当自分も釣り具屋でも分かんないじゃないですか、もう俺釣り具屋も分かんないね。このルアー何々メーカーのどこの全部同じに見えちゃったりと か、 だから結局はやっぱそういう業種なんですよね、ここが。でもお店がちゃんとこう記してくれてるから、ドン・キホーテみたいに分かりにくくない。ああもうそれはそうだ、ね、あれが新店に来てやりたかったのこれなんですよね、カテゴリー分けが分かりやすい、これだけでも。